はい、こんにちは、テイクアールです。今回は第3回視聴者様の作品紹介コーナーということで早速行ってみましょう。まずはエントリーナンバー1番、たくみさんの作品で、このコーナー初のラジコンですね。作品名は GF01 ジムニーということで、GF01 シャーシに WR02 ジムニーのボディを装着。ボディにはですね、オーバーフェンダーキットを取り付けているということですね。あんまりラジコンやらない人にはちょっと伝わりにくいかと思うんですが、このオーバーフェンダーの取り付けは結構難しいんですね。あと塗装の方もラジコン独特の裏側からの塗装で非常に綺麗に塗ってあります。最近私のチャンネルで静かなブームとなっているラジコン、自慢のラジコンを持っている方はぜひ投稿してください。はい、それでは次の作品、エントリーナンバー2番、井上さんの作品で、スタームルガースーパーブラックホークメキシカンということで、これはですね、私がかれこれ9年くらい前に作ったブラックホークをベースにショートバレルバージョンで作った架空の銃なんですけども、メキシカンというのがあったんですね。それを真似て作っています。このモデルはそこそこ難しい加工があるので、まさかですね、真似をする人はいないだろうと思っていたんですが、この作品ではですね、最も難しいであろうエジェクターチューブをなくした後のフレームの形状作りまでちゃんとやってあるんですね。で、私が作ったものとちょっと違うのは、バレルの長さをレッドホークアラスカンと同じ長さにしたということで、2丁並べて撮影したショットがすごくいいですね。はい、それでは次の作品、エントリーナンバー3番、こちらも井上さんの作品で、 V10R&V10 ニッケルフィニッシュということですね。これも私が以前作っている V10R を真似して作ったということなんですけども、このフレームは M45A1 のフレームなんですね。なのでダストカバーの切り詰めはもちろんのこと、グリップ部分をオフィサーズサイズに切り詰める必要があります。で、この工作はやったことのある人にしかちょっとわからないと思うんですけども、グリップスクリューが入るスタッドの移植やらスプリングハウジングの加工やらで結構難易度が高いです。私の動画を見るようになってから工作をするようになったという井上さんの工作歴を考えるとですね、すごくよくできたなと感心してしまいます。で、もう一丁はニッケルフィニッシュバージョンということで、先ほど同様にグリップの切り詰め工作の他に、これはですね、スライド先端のリーフカットをパテ埋めしてダストカバーと揃えています。これは私も全然思いつかなかった、かなり素敵なバランスですね。グリップのチョイスもこの銃にすごく似合っていると思います。はい、それでは次の作品、エントリーナンバー4番、マコチンさんの作品で、ベレッタ M93RR。この作品の見どころは、まずはスライドの形状ですね。私が以前作った M93 サムライエッジ同様に、フロントサイト後方にパテを持って延長しています。これはなかなか難易度の高い工作なんですね。さらにフレーム側に注目なんですけども、本来のフォアグリップを撤去して、なんとピカテニレールを新設。しかもですね、トリガーガードは M924 を移植したとのことで、このトリガーガードが同じベレッタのものなので、全く違和感なくついているのがすごいなと思います。ちょっと言われなければ M93 の新しいバージョンかなって思ってしまうくらい自然な仕上がりとなっております。ライトを装着した状態もすごくいいですね。はい、それでは最後に番外編で、私の作品でプラッツさんの R32 電飾チューンです。先日作ったオートモービルキットに100均で売っているリモコンライトを仕込んで、ヘッドライトとテールライトがリモコンで光るようにしてみました。あとは少しだけ車高を落として、トレッド幅をフェンダーつら位置になるように加工しております。はい、というわけでこちらのコーナーは皆様からの作品投稿が続く限り不定期でアップしていこうと思いますので、工作好きの皆様方の熱い作品をお待ちしております。はい、それから私のヤフオクサイトでは、東京丸井さんのトイガンパーツを多数出品しております。パーツはすべて新品か新品に限りなく近いものばかりなので、お手持ちのトイガンの修理やカスタムにお役立てください。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。